ましょう。日焼け止めで今こんな感じなんで。高手が結構元気なんですよね。高手元気ではあるんですけど、まあ、上まで浮いてくるね。メジナなんかも元気なんで、チャンスは全然あると思うんですけど。ではなくて、なんかもっと細いやつかなんかいるな。あれなんだろうな。シマアジの子ですね。シマアジの子。すごくないですか。あれがこうやって餌の怒ってくるんですよ。おぉ、ガキだガキだ。来た来た。お、メジナだ、やった。しげちゃん、メジナだよ。うん。お腹じゃない？お腹だね。お腹お腹。うん。お腹お腹。慎重に。ゆっくりよ、ゆっくり。ゆっくりゆっくり。これ結構上目入ってくるんですね。うん。ゆっくりよ。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。オッケー、よっしゃ。まだありますね。あるあるある。37、8あるんじゃない？ 35 じゃ効かないよ、これ。あ、でかいでかい。あ、なかなかありますね。あるあるある。いや、あれです。ああ。うまくしてくれ、入ってました。飲んでます？うん、40近くあんじゃん。飲んでます？飲んでる。飲んでる？うん、ほら。よく上がったな。あ、大丈夫。うん、30ちょっと超えてるぐらいですね、これね。おぉ、おぉ、いい、いいお腹。やっぱいるんすよ。ああ、いるいる。ねえ、いいお腹ですね。ああ。やりましょう、ノンさん。我々も。何回ですね、これね。はい、よしよし。いや、やっぱコッパーナーですね。これが浮いてる。これ。コッパーナーが。この餌が本当この残る時だけがちょっと下世ぬって感じですね。高め食っちゃうなこれ。
やっぱコッパオナですね。うら。コッパ口太でした。このサイズの口太もいてる。これ。カメラぶち壊れました。水中機の仕掛けに変えました、当たり行きが B、 水中機が 2B ですね。ハリスが1広報半、誘導は1広持ってます。だけど今2広報半で何も食ってこないですけどね。残ってる丸々。ねえ、ハリスきつか。ハリ上20センチぐらいのところにハリス浮き。
残りますよね。まあまあですね。やばい、また入っちゃう、また入っちゃう。こう、いや、20センチぐらいです。ハリスーキつけた、ハリスーキ。20センチぐらいですよ。あ、ですよ、行きますよ。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。これ見て、ハリスーキ。ありがとうございます。お腹じゃないですか。お腹ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、いいお腹。あ、33じゃないですか。33だ。33ぐらいですね。33ですね。お見事。はい。結構高いじゃないですか。あ、あります、あります。美味しいです、絶対ね。いいですね。あ、よかったよ。持って帰れる魚がいてよかったです。ねえ。あ、これはだけどそうでもないですね。浅いですね。うら、うら。すっごいいい色してますよ、これ。見て。この大きさなのにこんな太鼓ある。もうこれだったらいける。ねえ。これがね、浮いてるんですよね。
ああ、これも同じぐらいかな。同じぐらいですね。あ、ちょっとサイズアップしたぐらい。ねえ。うん、ちょっとなんか抜くには重いような気がする。抜けるかな、やめとこう。30あるのかな。30あるらしいですね。うん。ジャスト30、ないっすね。29っすね。29。うん、あーだけどやっぱ、あ、いや、やっぱそんなにいかないですね。うん、30ぐらいかな。うん、はい、お長いです、お長いです、お長いですね。うん、で30はないかな。30ギリかな。あ、そうじゃないですか。30ありますかね。はい、オッケー。おめでとうございます。ありがとうございます。30あるかな。よいしょ。あ、そうですね。まあ31とかです。